ひまりさんには小学校1年生のハルト君と4歳のカイト君の2人の子供がいます。会社の仕事も忙しく、2人の子育てにも余裕がなくなってきています。毎日忙しいわ。もうすぐご飯よ。おもちゃを片付けて。まだ遊びたいな。子供たちはおもちゃの片付けもせず、部屋の中を走り回っています。子供たちはいたずら盛りです。ハルト、ちゃんと片付けて。お兄ちゃんでしょ。だってカイトがおもちゃを出したのに片付けないんだよ。僕じゃないよ、お兄ちゃんだよ。違うよ、カイトだよ。弟のカイトくんは泣き出してしまいました。ハルト、言い訳ばっかりしないで。どうして言うことを聞けないの。いつもついお兄ちゃんのハルトくんばかりを怒ってしまいます。子供たちが言うことを聞かないときはイライラして何もかもが嫌になってしまいます。夜になり、子供たちはすやすや眠っています。ごめんね、すぐ怒るままで。もう怒らないからね。二人の寝顔を見ながら後悔の思いがこみ上げてきます。本当はいいお母さんになりたいのです。このエピソードをもとに自分の思いや考えを話し合ってみましょう。皆さんはこのお母さんの気持ちがわかりますか？それでは、子育てでどのような時にイライラしますか？思いつく場面を挙げてみましょう。また、そのような時、あなたのイライラ度はどのくらいですか？最大を100として数字で表してみましょう。子供を公園で遊ばせていた時、帰らなければいけなかったのに帰りたくないって言い出したの。早くって言ったのに聞こえないふりをするからイライラ度は100になったわ。子供がわがままを言うとうるさいとついつい怒鳴ってしまうんだ。イライラは90くらいだな。掃除をした後すぐに子供が泥だらけの足で歩き回るともうイライラするわ。100で足りないわ。200以上よ。皆さんはどうですか？皆さん、イライラすることはたくさんありますね。それでは、そのような時、どのように気分を変えていますか？また、そのようにすると、イライラがどのくらいまで和らぎますか？イライラ度を数字で表してみましょう。私は大好きなスイーツを買ってこっそり一人で食べるの。美味しいスイーツを食べるとイライラ度は100から0になるわ。イライラした時は別の部屋に行って一人になるな。そうするとだんだん落ち着いてきて20くらいに下がるかな。私は仲良しの友達にイライラしたことをよく話すんだけれど、話を聞いてもらったらすっきりするし、友達の話を聞いたら自分だけじゃないんだと思ってイライラがなくなったわ。皆さんはどうですか？このように親学び講座はエピソードをもとにグループで話し合います。自分の思いを話したり、他の人の考えを聞いたりしながら、子育てや子供への関わり方について考えます。親としての気づきや学びがありますよ。皆さんも気軽に親学び講座に参加してみませんか？